はい、皆さんこんにちは、ワナルルビジです。では今回は栄冠ナイン続きをプレイしていきたいと思います。脳筋縛りプレイということで、投手は球速アップ、野手は筋力アップのみの練習で甲子園を目指すというプレイ内容になっています。でですね、甲子園大会優勝した後なんですが、中津飛ばすということで、予選敗退が続いています。そこで今回は超打撃合宿を組んでいこうということで、ご覧のようにずらっとマシン打撃を6枚並べました。これでね、このチームに喝を入れる脳筋プレイ、脳筋チーム、その真髄を見せてもらおうということで、やっていきたいと思います。では合宿に突入です。ここはね、合宿で徹底的に打撃の威力を高めてもらおうということで、マシン打撃をために貯めてきました。もうね、躊躇することなく5日間の合宿、そのすべてでマシン打撃をこなしてもらいます。まあね、毎回全部特能がつくというわけではもちろんないんですけどね、まあ、何かしらみんな特能をつけてもらって、できれば攻撃力がねぐんと上がるような、そういう能力をね身につけてもらえたら嬉しいなというふうには思います。このまま行くと、まあ、5日間の合宿、全部打撃練習、マシン打撃しかしてないっていう状態なんで、まあ、誰かがね、阿部ひなり、パワーひなり、広角なりっていうのを身につけてもらいたい。まあ、そういうところですかね。まあ、威圧感とかね、もちろん持ってもらってもいいんですけどね。で、さらに2日後、火曜日にも、あるね、合宿ではない特訓が。この特訓も踏んでいきましょう、せっかくなので。で、特訓した後ですね、新戦力も含めて、ご紹介をね、させていただきたいと思います。さあ、ここでできればキャッチャーがね、B 欲を出せば A 欲しいなっていうところなんですよね。小西くんにしましょうか。小西くんは対変化球でも身につけてもらう。見事に当たってくれたね。では、内容ですね、ご紹介したいと思います。起用設定、1番藤田くんですね、守備職人持ち、1年生ですがパワーが B あります。2番矢口くんですね、もうすぐパワー S です。小瀬村くんはもうパワー S 完走してるので、練習内容はもうお任せになってます。牧田くんは広角打法、威圧感持ち、パワー S。5番牛尾くんもパワー S、 もうすぐね完走するっていうところですね。柳くんもねパワー S なんですけど、できればね柳くんに関してはキャッチャー D なんで、これを BA と上げていってもらえたらなというふうに思っています。で、飯山くんなんですけど、これ転生 A プロ OB になってるんですけど、勉強不足で誰なのかちょっとピンとこないんですが、転生プロです。で、8番は小西くんですね。そして1年生ながらエースに座っているのが藤川球児、火の玉ストレート、伸び A、 奪三振持ちですね。まあ、ただね、まだスタミナとかコントロールこれからなんで、継投しながら乗り切ってもらおうかなというふうには思っています。で、藤川くんは1年生ながらもうスタメン、エース、先発でやってもらうんですけど、これはもう最終的にはね、170キロを投げる選手になってもらいたいなということから、1年生から先発をね、任せています。では、これで時間を進めていきましょう。では、ここからですね、夏の甲子園大会予選、甲子園出場を目指して頑張っていきたいと思います。練習メニューの方なんですが、冒頭でお話している通りですね、脳筋プレイということで、投手は球速、野手は筋力アップということにね、全振りしていきます。で、どうしてもね、選手の中で、カンストしている数値、例えばこの柳くんとかはもうパワー S になってしまってるので、こういう選手はもうお任せです。まあ、好きな練習をもうやっちゃってくださいとこういうとこですね。ただそれに至ってない選手に関しては、漏れなく全員パワー、この練習でね、天下を取ってもらおうじゃないかとこういうことになります。では、ここからですね、実際で予選1回戦ですね、今回何も考えずに単なる内気な選手だけを選んで、
張り切りボーイを選んでしまったので、岩岡がね、実は投手だったので、久しぶりの投手ですね。実はね、投手結構苦手なんですけど、1回戦で負けるわけにはいかないので、ここはなんとか、1回戦突破をね、岩岡君に託していきましょう。で、スターティングラインナップですね、ご紹介しておきましょう。あと、相手のチーム戦力ですね。柏第一高校、総合戦力 D の相手がなります。で、先発、スターティングラインナップですが、1番矢口くん、パワー S に、もうすぐね、カンストします。藤田くん、パワー S、パワーヒッター持ちです。3番柳くん、広角打法持ち、パワーカンスト済み。4番牧田くん、パワー S、カンスト済み。小瀬村くん、パワー S、カンスト済み。6番牛尾くん、パワーカンスト済み。7番小西くん、もうすぐね、パワー S になろうかという現状パワー A です。8番飯山くん。そして、岩岡が先発です。で、どっかのタイミングでね、藤川球児にスイッチしていこうという段取りになります。まあ、ちなみにこの岩岡くんはですね、マックス球速167キロ。高校生としてはね、破格のスピードを持ってると思うんですけど、藤川は170キロに育てたいなと思ってるので、170キロのね、怪物投手というのを目指していきたいと思います。そのためにもここは負けられないんですが、1対1と同点に追いつかれてます。これは飯山がさばいて、スリーアウト。同点で食い止めました。かなり厳しい戦いになってるな。まあ、野手陣がね、もっともっとどんどん打ってくれても良さそうなパワー S をずらっと並べてるんですけど、ここまで打線があまり機能してる感じがしないですね。もっともっとね、打ってほしいところなんですけどね。ノーアウトランナー2塁1塁なので、まずはワンアウト取りましょう。8回の表、になってますね。ピッチャー藤川にスイッチしてあります。で、3対2、1点リードですが、ここまでね、よく2点で済んでるなっていうぐらい柏第一高校にはヒットを打ち込まれてまして、ここまでヒット13本浴びてます。で、なんとかね、3対2と勝っている。14本だね、ヒットの数14本になってるんで、もうちょっとね、やっぱ打者がね、点を取ってほしいなっていうところですかね。まあ、パワー S を並べればいいっていうもんじゃないっていうのがね、この結果からもよくわかると思うんですが、それにしたってもうちょっと点欲しいかな。藤川がこの回抑えないとね、1回戦敗退と。名門高校からそろそろ引きずり下ろされてしまうんじゃないかなっていう気がするので、今回はね、甲子園に出場したいと思います。ここからクリーンアップですね。火の玉ストレート、マックスが157キロとかですかね、今藤川のストレートが。これをね、170までなんとか育て上げようと、まあ、そういうね、目論みでやってます。よく指してくれたな。これは矢口がさばいてファーストに送ってセーフ。15本目のヒット、15本ヒット打たれて、よく2点で済んでるなっていうね、そういうとこですね。はい、辛くも1回戦突破です。まあ、でも中国、まあ、いきなり全然違う話しますけど、中国とアメリカがね、もうやいのとやり合ってますけどね。我々ね、日本はどうするつもりなのかっていうのはね、ちゃんと説明してほしいなとは思うんですけどね。それは政府与党だけでなくて、野党にも、まあ、どういう姿勢で臨むのかっていうのは本当に明確にしてもらいたい、そういうふうに思いますけどね。まあ、簡単な話、今世界がアメリカと中国と分かれている状態だと思うので、まあ、玉虫色の、ね、発言をするのではなくて、どっちですっていうのはやっぱりどっかではっきり、少なくても国民向けにはね、説明をしてほしいなと思うんですよね。まあ、そう遠くないうちに、あるであろう、解散総選挙。この時にね、どの党に入れるのか、どの候補に入れるのかっていうのは、まあ、そういうところからね、見極めていくしかないので、ぜひね、本当に、
発信してほしいなというふうに思います。2回戦でですね、相手のチーム戦力確認せずに進めちゃいましたが、次で確認していきます。今回はね、ちゃんと打線が機能してくれてるのかなっていう感じはしますが、これは総合戦力 E だからだな。日吉君打率8割では、ここからね、またゲームを進めていきます。さあ7回の表、8点リードですね。この回を抑えればコールド勝ちという場面で藤川を投入します。藤川はねマックス160キロまで育ってきました。なので来年にはね、高校生としてはもう圧倒的な170キロを投げる高校生になるんじゃないかなというふうに思います。ここは矢口がさばいて一塁に送ってスリーアウト。では3回戦に駒を進めます。では、3回戦目ですね。幕張大附属高校総合戦力 D を相手にします。いきなり2点ビハインドですね。2回の裏、5番小瀬村君パワー S が今回の張り切りボールになっています。このあたりで負けちゃうと本当に名門高校から引きずり下ろされてしまうんで、なんとかねここは逆転していきましょう。そのためにもね一発攻勢欲しいんですが、このチームで、ね、ホームランがあんまり出てないなっていうね、そういう印象なんですよね。まあ、ミートがね決して高くないチームにはなってるので、どこまでホームランを期待するんだというのはもちろんあるんですけど、とはいえねパワー S ミート A この牧田君なんかは、まあ、ホームランここまで3本ですけど、もう10本ぐらい打っててもおかしくないような、まあ、そういう選手ですからね。ここはサードライナー。小瀬村君のところで強心臓を発動していきます。2塁にランナースコアリングポジションにいますからね。ここで追加点欲しいな。これはどうだ、入るか、入ってくれ、入った。ツーランホームラン、小瀬村のツーランホームランです。さあこれはスリーランホームランですね。さよならスリーランでコールド勝ち。まあ前半ね、リードを許す展開でしたが、終わってみればホームラン攻勢で決めています。では続いて、準々決勝に進みましょう。では準々決勝の相手ですね、幕張実業、幕張関係多いね、総合戦力 D ですね。この奥さんで幕張で働いてるんですよね。僕自身はね幕張どうだろう、ほとんど行ったことないんじゃないかな。まあ、家から船橋に、千葉県のね船橋市というところに住んでるので、まあ、全然近いというか、船橋から幕張までは電車でどうだろう5分10分っていう距離感なんですけどね、あんまりねここまで、縁がなかったかなっていう感じですね。ここまで3点リードで、さらにこれもいい当たり、伸びがもう一伸びあればっていうところですかね。ようやくなんか打線がパワー S 脳筋チームらしく機能をしてきているかなっていう感じがするんですけど、この1番の矢口くんがね、まあ、3年生でパワーもね、もちろん S カンストしているんですけど、なかなかね、率が上がってこないんですよね。これはねヒットになりましたけど、打率1割前半ですからね、もっともっと打ってくれてもいいような、まあ、そういう選手にはなっています。ここは畳みかけに行きましょう。藤田君もねもっともっとホームラン打率上がってきてもいい選手なんですけど、これでさよならスリーランホームラン。最後は藤田君がね、コールド勝ちを決める特大のスリーランで決めてくれました。脳筋チームらしくなってきましたね。では準決勝の方に駒を進めます。では準決勝の相手ですね、千葉高校か、総合戦力 C。 千葉高校はね偏差値高いですからね、まあ、実際のね千葉高校の話ですけどね、誰かがねきっとホームランを打ってくれたんだと思います。1点リードで、最初のね、バッターボックスを迎えている今回の張り切りボーイの牛尾くんです。ここはサードフライに倒れて、ワンアウトですね。さあこれは大きい当たりだ、牧田のサヨナラスリーランホームラン。これでコールド勝ちですね。
牧田もね、4番に座ってなかなか大きい当たり出てなかったんですけど、ここで、大仕事スリーランを放ってくれています。では甲子園決勝に進みます。ごめんなさい、予選に決勝に進んでいきます。予選決勝の相手は総合戦力へ、また幕張ですね。幕張第一高校、これね、5番の神野くん、神野くん、どっちか、ホームラン28本、打点82。3番星くん、打率4割、ホームラン36本、打点87。そして1番瀬沼くん、打率4割、ホームラン44本、打点108っていうね、化け物みたいなチームなんですよ。このチーム相手にまず2点先制してくれてます。ここはね、とにかく点を取って先制して逃げ切ってっていう、そういう展開にしないと、とてもじゃないですけどね、打ち勝てる相手ではないかな、そういうふうに思っていたんですが、まずは逆転を許してですね、さすがのチームだよな。このチームは強そうですよ、本当に。2点差で6回の表、ランナーを貯めて一発欲しいなっていうところでもあるんですけど、まずはランナーがね、出ていかないといけないので、ここはどうだ、ファールボール。最後は158キロストレートに空振り三振。さあ藤田君のところですね。ノーアウトランナーが二塁か。ここは点を取りに行きましょう。よし、抜けていく。ナイスバッティング。ここからクリーンナップですからね、我々の方はね。丸田君は防御率1点台だからな。それであの、うわー、ゲッツーだ。よし、3塁はセーフ。あれ、1塁に投げられてたらゲッツーでしたね。さあ、4番牧田、ここは犠牲フライ止まりかな。1点差ですね。さあ、もう1点をなんとか取っていかなきゃいけないと、そういう局面になっているが、ここはショートスコロ。最終回にかけましょう。まあ、そのためにもこの回はね、0点で、どうしても抑えたいと。励ますじゃない、まあ、励ましてもいいけど。ここでなんとか甲子園出ておきたいよな。矢口君が抑えて3アウト。最終回1点差、頑張りましょう。6番の牛尾君からですね。そこで牛尾君がね、魔物をね、発動できたりするとよかったんですけどね。ここはライトフライ。そして小西君か。小西君のところで代打出しましょう。誰を出すかっていうところですね、あとは。栗原君は1年生かな、天生 OB。1年生だね。堀之内。そうだな、まあ、魔物を狙うんであれば、やっぱりある程度ね、限定はされてきてしまいますからね。内気な人間である必要があるとかね、2年生、3年生である必要があるとか。ここはバタバタの当たり。打った。さあ、これ最後のオーバッターとなってほしくないな。飯山くん2割3分1厘、ホームラン1本か。まあ、ホームランが打てないバッターではないですからね、飯山くんも。パワーは100、完走してますから。よし。何があるかわからないよ、まだ。藤川くんのところは代打を出します。須藤か堀之内か。須藤だな、パワー A。堀之内くんはちょっとやる気がなさすぎるんで。いや、丸田くんが強いよ。防御率1割、1点台ですからね。これは勝てないよな。まあ、残念ながら甲子園出場ならず、地区大会予選決勝で敗退という結果になっています。まあ、来年はね、藤川くんが3年生の年になりますので、まあ、そこでね、まあ、170キロを投げる怪物投手という風に、ね、なってもらえればいいかなと思います。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。